Hello, 大家好，ルーちゃんです。前回の動画でルーちゃんは睡眠マスターに成長した。なので今回は私が睡眠マスターだよ、皆様に教えてあげるぜ。ププ、ルーちゃん睡眠マスターの仕事できるの？できるよ、ほら私催眠術できるから。では喧嘩、もうすでに熟睡状態のフミヤ君を出現させて。フミヤ君出てきた。ちなみに刚才我说请耿鬼把在熟睡状态的文章叫出来。那熟睡呢，在日文里面就叫做熟睡，它的意思就是你处在睡得很熟的状态，他们就会用熟睡来形容。では喧嘩、フミヤ君は日本語で説明しよう。熟睡というのは夢も見ずにぐっすりと寝ることです。刚才文章真的就帮我起来解释意思了。那下一个要用什么？はい、玄賀文也君に寝言を言わせて。最近るっちゃん太ったな。刚才文章讲的那个就是梦话，日文用寝言。寝言就是梦话的意思。はい、また日本語説明して。ビン。寝言とは寝た状態で言葉を発することです。はい、次フミヤ君吐き尻をしてみ。吐き尻呢在日文里面就是磨牙，磨牙的意思。はい、日本語お願いします。吐き尻とは寝た状態で歯をギリギリすることです。無意識状態です。ちなみに这样玩几次我也有一点玩腻了。ほら喧嘩、次フミヤ君を起こして。ふいん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 。刚才文当打坐这个动作是打哈欠，打哈欠日文是あくび。あくび日本語でお願いします。あくびというのは、眠たかったり眠たい時に、基本口を大きく開けて、あーって、それも無意識に、出る状態ですよね。でたまに涙出ますね。皆さんもご経験があると思います。关于睡觉日文大家有都好好的把它记起来吗？在这里再跟大家另外补充一个我觉得大家可能会想知道的，就是鬼压床。鬼压床的日文叫做金縛りにあって動けない。金縛りにあって動けない。金縛り是鬼压床，動けない的意思就是没办法动，所以就是说你被鬼压床的时候没办法动，用金縛りにあって動けない来形容鬼压床哦。ちなみにバックスイという若者の言葉があります。何の意味か知ってる？バックスイは分かります。でも多分みんな分からないから、みんなに説明してあげて。バックスイというのは、若者の言葉で、熟睡よりも寝てるみたいな、もう爆発的に寝てるよみたいな、それの略でバックスイっていう意味があります。例えば充電器すごい疲れて、で家に帰ったら12時間以上寝たのは爆睡という。不好意思、我们这个教睡觉下集跟上集拖有一点时间，因为我最近开始上班了比较忙一点。可是在这里还是要跟大家说谢谢，就是你们收看我们影片的每一个观众，然后订阅我，帮我按铃铛，或是帮我分享影片的人，真的都非常感谢你们，谢谢你。皆さんの皆さんが動画見てくれてることとか、あと登録、チャンネル登録してくれてることとか、あとコメント見て、すごい元気もらってます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも、動画どんどん投稿 していこうと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
那如果说你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎你帮我们按赞，然后帮我们按订阅。如果你想要接收最快的通知的话呢，都欢迎你按铃铛，系统就会把最新影片的通知寄到你那边去哦。如果说你有希望我们拍什么影片的话呢，都欢迎在下面留言告诉我们，或者是有什么想跟我们说的话，都可以留言跟我们说。那就这样子啊，下次见，拜拜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 ，また見てね。また見てください。